世界のジャパンチャンネルへようこそ。世界の国々ではそれぞれに育んできた食文化がありますが、あまり馴染みのない国では、え、それ食べるの？と思ってしまうものもありますよね。日本だとその筆頭は鯨肉を食べることかもしれません。今回は日本の捕鯨と IWC に関する話題をご紹介します。今ではあまり見かけることがなくなった鯨肉ですが、馴染みがなくなったのはここ30年ぐらいのことです。日本にはクジラを食用とする長い伝統文化がありましたが、なぜ急速に鯨肉を食べる習慣がなくなってしまったのでしょうか。それは第二次世界大戦後の1950年代、世界的に人口が急増したことが関係しています。当時世界の人口が25億人だったのに対して、2020年時点では78億人と70年でおよそ3倍に増加。人口が増えた分、魚、エビ、貝などの水産資源の漁獲量も格段に増えていったのです。そうした状況を受け、このままではいけない、漁獲量を管理していこうという風潮が強まっていきました。クジラも例外ではなく、クジラ資源の保護を図り、捕鯨量の適正化を目的として国際捕鯨委員会、通称 IWC が設立されたのです。つまり数が減ってきているクジラの生息数や生息地域を調査し、その数が減らないように努め、絶滅を回避するために上限を決めた捕鯨をしようという団体ですね。捕鯨国である日本はこの趣旨に賛同し、1951年に IWC に加入しました。設立当初は捕鯨国の方が多かった IWC でしたが、1960年代、イギリスやオランダが捕鯨国から反捕鯨国に回ったり、非捕鯨国の加盟が増加したりしたため、現在では反捕鯨国が多数を占める状況になっています。その結果、クジラを食べること自体が悪いことのように取り沙汰されるようになり、1982年商業捕鯨の一時中止が可決されてしまったのです。もともと商業捕鯨を続けるために、クジラの生態や生息数を管理するのが目的だったはずの IWC、 これでは意味がないと、日本をはじめカナダ、ベルギーなどの捕鯨国は異議申し立てを行いました。そしてカナダはこれを機に IWC から脱退。日本は商業捕鯨継続の道を探りながらも、国際的協調もしていくべきであるという判断から、異議申し立てを撤回し、捕鯨量を減らしていくことになったのです。そのためこの年以降、日本国内での鯨肉の流通量は大幅に減少せざるを得なくなりました。思うように捕鯨ができない中にあっても、日本はクジラの生存数や生態調査に積極的に参加しています。それはクジラの正確なデータを取ることが捕鯨しても良い上限数を決めるために必ず必要になるからです。調査のために取ったクジラからは100項目にも及ぶデータを取り、 IWC に提出し、その後に肉は食用として市場に流通させていました。もちろん調査捕鯨で取る量は IWC の規定値内でしたし、絶滅の危機と言われたシロナガスクジラやセミクジラも生息数が増え、その危機からは脱出していきました。ただクジラの十分な生息数が確認され、絶滅の恐れがなくなっても、 IWC は商業捕鯨を再開しようとはしなかったのです。それどころか、日本が行う調査捕鯨について、日本は研究のためと称して商業捕鯨をしている、これは捕鯨取締役条例違反だと国際裁判所に訴えられてしまう始末に。そして2014年、日本に一時的に捕鯨を禁止する裁決が下されてしまいます。日本は30年にわたり交渉してきましたが、反捕鯨国側の歩み寄りは全く見られず、現状の IWC では持続的な利用と保護の両立は極めて困難であることが明白だとして、2018年、日本は IWC から脱退を宣言。
30年ぶりに日本の排他的経済水域内での商業捕鯨の再開に舵を切ったのです。当時日本の IWC 脱退に対して世界からは批判的な声が上がりました。またクジラを乱獲するのではという懸念の声です。しかし日本は捕鯨政策の中で捕獲枠は IWC で採決された方式により算出される捕獲可能量以下に設定すると決められており、実際に IWC 加盟時には捕獲した637頭に比べ脱退直後の2019年で335頭、2022年には270頭と脱退後の方が捕獲量は減っています。この結果にむしろ日本の脱退により窮地に陥っているのは IWC の方ではという話題も持ち上がっています。 IWC の運営にかかる経費は各加盟国の分担金で支えられており、その額は加盟国の人口や経済規模などに基づいて決まるのです。日本は IWC 分担金の最大負担国であり、全体の約 9% を負担していました。そして2022年、日本の脱退後初めて行われた総会では、捕鯨規制についての議論のほか、新たに財政状況が課題として上ったのだとか。なんと27カ国が分担金の支払いを滞納しており、1億4800万円以上の未払い残高が残るという厳しい状況に直面していたのです。もともと捕鯨をしていない国は、反捕鯨派の加盟国を増やしたかった大国との関係性で加盟した国も多いので、日本が脱退し、すでに形骸化した IWC の高い分担金を支払いたくない気持ちもわからなくはないですね。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。その国の食文化に他国が口を出してやめさせるなんてしてはいけないし、できないだろう。俺たちだって牛を食うのは野蛮だ、やめるべきだって言われたら、そうですねって簡単にやめられるわけじゃないんだから。食用に育てている牛と自然繁殖しているクジラを同列に語るのはちょっと違うんじゃないか。家畜化する前は野生の牛を飼って食ってたろ、同じことだよ。クジラを養殖できてこれは食用ですで文句言われないなら、日本人はとっくにやってると思うよ。絶滅危惧種だけは捕獲しないことを守っていれば俺はいいと思うけどな。日本を擁護している人がいることに驚きを隠せない。 IWC を脱退するなんてありえないだろう。正直言って日本にはがっかりしたよ。最低だわ。日本が好きだったけどこれは許容できない。もう日本製品は買わない。みんなもボイコットしよう。私もなんで日本がそこまで捕鯨をしたがるのかがわからない。 IWC に加入して商業捕鯨せずにいたんだから、このまま継続すればいいのに。実際に鯨肉を食べたことがあるけど美味しかったよ。数を絞ったら捕鯨なら何の問題もないと思うわ。そもそも日本人は牛や豚を食べる習慣がなくて、シーフードが主体の食文化だろう。そういう背景も考慮するべきだね。そもそも IWC は商業捕鯨が前提の組織だったはずなのに、それをなかったことにして日本ばかりを責めるのはお門違いだろう。商業捕鯨のせいで絶滅の危機まで追い込んでおきながら、まだ捕鯨がしたいというのが理解しがたい。日本に経済制裁をするべきだ。それをするならノルウェーとアイスランドにもしないとダメだよ。ノルウェーは日本を含めた他の国よりも圧倒的に捕鯨してるのに、どの国も文句を言わないよな。西洋でやってることはスルーして、アジアのやることは称えているのか。日本が脱退するのも無理はないな。日本の捕鯨を批判している人たちって、自分たちが食べている魚についてはどう思っているのかしら。数が増えてきてもクジラはダメで他の魚は取ってもいい理由がわからないわ。どこの国でも魚は取ってるだろう。絶滅危惧種でないならクジラは大きいだけで特別な存在とは言えないだろう。
自分たちの基準だけで他国の文化を否定することはあってはならないことだと思う。インド人は牛を食べる僕たちを不快に思っているだろうし、ムスリムやユダヤ人は豚肉を食べる僕らを不快に思っているだろうね。だけど彼らは牛を食うな、豚を食うなとは言ってこないじゃないか。確かに絶滅危惧種じゃないクジラは他の魚と比べて特別じゃないかもしれない。でも他の魚も食べているんだからわざわざクジラを取らなくてもいいんじゃないと思うんだが。それが価値観の押し付けだって言ってるの。クジラを食べたくないのならあなたが食べなければいいだけの話でしょ。魚だって俺たち西洋人は生魚は受け付けない人が多い。だけど寿司や刺身は日本の食文化だと言ってもてはやしてありがたがって食おうとする。自分の文化では受け入れられないっていう点では生魚を食べるのもクジラを食べるのも同じことだ。なのにクジラだけを切り取って野蛮だなんていうのは全く筋が通らないことは明白だ。以上が海外の人々の反応でした。日本の捕鯨に理解を示す人、反発する人、反応は様々でしたね。ちなみにクジラタウンというサイトでは、鯨肉を買うことができるお店や食べることができるお店を紹介しています。鯨肉を食べてみたいなと思った方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは、ミナがお送りいたしました。